皆さんこんにちは、響きの所属声優が、YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響きスタイル。本日は私西本りみです。よろしくお願いします。ということでですね、本日は、西本りみがいろいろなことにチャレンジして挑戦していくりみりんチャレンジ編ということで今回も関係3級への道に再挑戦するということなんですけれども、何ですか、これは恒例になってしまったんでしょうかなんで関係3級、これまたあれやん、受けなあかんくなるやつやな。ちょっと嫌です、私受けないですよということで、本日も読みを6問ですかね、用意していただいてるらしいので、とりあえずまあまあやっていきましょうね。できるかもしれないし、読みならということで早速やっていきます。第1問、おー、あ、これは幸先がいい。もうちょっとポンポンいきましょう。第2問はい、推し別あ、席別、あら、席別ってなんだろうな。推し別、席別、はい。3問目、乏しい。おー、あ、私これちょっと頭良くなってきたかな。じゃあ次行きましょう。第4問、伴侶って何やろ。はい、第5問、ちょっとあれよくある、当て字もできないパターンですね、これ。乏しい。なんだ、かんばしいって何あか、私さ、読めへんやつ全部意味が分からへんねんけど、そもそも。あれ次最後ですか、もう次最後やって。第6問、何これ、おずけ何これ、これは意地悪やろ、ただの。おみおづけおみおづけ、おみおづけ、おみおつけ、おみおつけって何そんな、みんなさ、普段さ生活しとって、あれおみおつけやからとか言う言わんくない。おみおつけって何ですかおみおつけ、おみおつけ、じゃあちょっと調べましょう。おみおつけ、おみおつけGoogle 先生に聞きましょう。おみおづけの意味と味噌汁との違い、おみおづけって味噌汁なん、あ、そういう感じ、今日の晩ご飯おみおつけやでみたいな。おみおつけ、おつけ、おつけに対しておみをつけた、おみおつけ、おみは味噌のに、味噌の意味、吸い物のことであとおつけ、へえ、あ、だからお味噌汁、へえ、味噌汁っていいやん他のやつも意味調べますか。これ何やったっけ、意味、席別もうこれで、またこれすでにこれ読めてない時点でもう勉強する気はなはな、さらさらないような。席別とは別れを惜しむこと。別れを惜しむ、あら、じゃあ別れ、こうでよくない、 なんでちょっとさ、なんかちょっと反対語みたいななんでちょっと逆にしてみたいな、席別、別席でよくない別れを惜しむこと、へえ。じゃあこれ何やったっけ、これ何やったっけ、伴侶も調べましょう。伴侶は伴うもの、連れ、仲間。なんで仲間のこと伴侶っていうの、一緒に連れ立っていくもの、連れ、仲間、または配偶者。一生の連れ的な意味なんや、へえ。なんでやろう、なんかあれなんかな、またそれぞれの漢字にそういう意味があんのかな、ちょっと
あのさ、この漢字そもそも単体でなんて読むんかあんまりよくわからへんからなんでこの字で伴侶なんかわからへんけど、へーらしいですよ。これ何やったっけ、これカンバシあ、カンバシ、これも何やったっけ、カンバシは良い香りが強く匂う。へえ、チョコの匂いはカンバシーですみたいな、そういう感じかな。あれまた違うのかな。上品な香りが穏やかに匂うさまやって。へえ、これ単体でなんて読むんやろうな。なんかさっきからこのこれといいさ、何だっけこれ、伴侶といいさ、ちょっと単体の感じがあんまり分からへんな。芳醇的な意味やったっけこれ、あれまた別、あれ芳醇の方か、芳醇って何だっけ、芳醇、良い匂い、あ、芳醇も良い匂い、芳醇の方、あ、要は良い匂い的な感じなんかな多分かな。なんでこんな草冠に芳でいい匂いなんやな。草冠って草のイメージしかなかった。漢字ってそもそもさ、これどうやって覚えていけばいいんかな。なんか覚え方のコツとかあるんかな。こういう例えばさ、識別だったら分かる惜しむみたいな意味がちゃんと分かれば漢字覚えれそうやけどな。なんか伴侶とかこれの字あんま分かってへんからさ、一個一個調べていったらなんかなんとかなりそう。おみおつけなんかこんな漢字3つね。はい、ということでですよ、本日は6問中2問正解。あれなんか結構今回あっとったつもりやねんけどな、なんか意外と結局まだ半分もいってないので、この調子で漢検3級を取得するまで頑張りましょう。頑張りません。はい、ということで、動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。とりあえず結局まだ実家から漢検3級の資料を取り寄せてないんで、あれテキストブック実家から取り寄せておきます。ということで西本りみでした。バイバーイ。